半米尾先生です。私はね、20歳代で、大会社のセコムにね入社して管理職まで勤めたことがございます。でですね、 FBI 関係の仕事をしてるんですけど、また調査員とかねいうのも学生時代したことがありますね。アルバイトで、2と1万5000ですね。当時で今で言えば3万ぐらいの収入ですか、を仕事をした経験があります。でですね、まあ警察の仕事をやってたわけですけども、ミナノの事件でね、私でも事件があることはね、皆から大金を払わなければ事件は担当しませんね。その時は自分だけガードを強くするしてですね、一切、皆の事件同じであってもしません。お金がかかりますからね、その分支払いがなければできませんというですね。で、親父の殺人事件でも毒殺を食らってますけど、これ皆がやってるんでね、で私はガード自分だけ安全であればいいということでね、警察には登録してますけども、同じような事件ですね、は一切皆も同じに起きてますから、遺産でね毒殺されてね死んだという、遺産の問題でね。で、いろいろありますけども皆の事件他でもありますね。で皆の事件を私一人だけでただでやらそうなんていうことはとんでもない話なわけですね。それでそういう場合はね、我慢するだけなんです、私の。でガードを強くすればいいわけなんです、ね、自分はやられないようにしときゃガードを強くすればいいんですね。ね、で、みんなはね事件同じに困っただろうということで、もっと困っただろうということでね、みんなもそういう事件起きてることはねやらないわけですね。ただこちら商売ですから、お金もっと必要なわけです。普通の人に頼んだ方がいいですね。高いですからね、収入高いだから。セコムの社員でも1000万ぐらいはね、若い時でも稼げますから、19歳ぐらいでも稼げますからね。年収1000万ですよ、若いのでね、学校も卒業してなくてもね。でそういうことでね、高いですから。あと総研も仕事したことありますけど、大会社しかしませんね。まあことではないですけどね、お金が高く取れるところだけは仕事ができますよね、ちっちゃい会社でもね。ということでね、それというかね、病気と同じでね、頑張るしかないんですね。でそういうふうな時ってありますね。苦しい時あります。これはね、弱いものを処分していくしかないんですね。我慢してね。で、自分を保安力を強くするわけですね。そういうふうなこと。皆がそれで対峙したいと思うんだけども、すっとばかすんです。で、ね、同じ苦しいんだろうと、大変なんだろうということでね、やらそうとするんですね。で、負けちゃダメなんです。それでね。皆から金払わないに皆にためになるような仕事しちゃいけないんです、一切。これはその僕はセコムにね、大会社に若い時に勤めて管理職までなって警察の仕事を担当した経験でね、やっぱり事件ね、悪いことをお金取んないから解決しないと、これ商売なんだからね、お金多く取んないとやんないんですよね。だからそこら辺がね、団体、人々っていうのはそういうふうにやって徹底するから、いつもね、それに負けちゃダメだしね。そういう時は自分だけガード、治安が悪くなったらね、それみんなのために治安を良くする仕事しちゃいけないんですよ。お金かかるから、みんなからお金もらえなければ ねこっちが一人だけで困るからって、全員のためにね、そういう治安を良くするような仕事しちゃいけないです。お金をくれなければね、こっちで破産しちゃいますよ、ね、よく知ってるんです、そういうことはね。
でガードを強くすればいいんですね、ということでね、自分だけ、ね、がっちり治安が悪くなったら平気なようにガードを作ったり、家にガードを作ったりとかね、保険金たくさん払っておくとかね。私なんかもう盗難保険も入ってるしね、盗まれても、全部保険がおりますわ、ね、バッグ取られたって外行ったって ね、お金盗まれたって保険入ってるから、ね、自分 の、 人に取られたら全部保険がおります。だからまず財布盗まれても困んないね。まあそういうことで盗難保険も入ってますからね、家の物機材取られたって保険がありますからね。そういうことで全部対処しておりますからね。ね、そこら辺で他が保険入れない人は全部これ困るわけですね。こっち全然困んないでしょ、ね、治安悪くたってね。そういうことで全部対処方法を取ってますからね。ね、それじゃあ皆さん、あら治安が悪かった保険入っておきましょう。お金なかったら仕事するしかないですね。保険金というのは高いですからね。まあそこら辺でねしっかりしてね、同じじゃないんですよね。だからお金をもらわなければ周りのために仕事っていうのはためじゃない、ためにじゃなくて同じ商売だから、お互い様々でちゃんとね、で全然警察も捕まえないという犯罪だから、どこも多いからね、それはやってられませんよ。そんなの国からもらうお金でね、事件多すぎちゃってマイナスになっちまうんですからね、給料よりかね。役所やらないですよ、そんな犯罪が多いね。できるお金もらった分だけでしかできませんから、その100倍も1000倍もある事件ね、誰がやりますか。